皆さんこんにちは。カモメ放送局です。前回の動画では、マリーンズの2024年の投手陣の展望を予想していきました。概要欄にリンクを貼っておりますので、よければそちらも確認してください。今回は野手の展望を予想していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。今回も先にマリーンズの登録状況を確認します。支配下30名、育成8名の計38名が在籍しています。外国人ではブロッソー選手が退団、DeNA からソト選手を獲得しています。ホームランキングのポランコ選手は残留、いくつかのメディアは来季からの複数年契約と報じています。その他ではドラフト1位で上田、キュート選手、現役ドラフトで西武から愛斗選手を獲得しています。また、田村選手が宣言残留。生涯ロッテを誓いました。まずは捕手と内野手から見ていきます。各ポジション、レギュラー候補となりそうな選手を3人ほどピックアップしています。キャッチャーの筆頭候補は佐藤俊也選手です。昨季は自己最多の捕手出場になりましたが、打撃は正直物足りない部分があります。しかし、宣言残留した田村選手も打撃はかなり苦しく、打率1割6分6厘、OPS 4割4分2厘、WOR もマイナスで打撃面でのプラスは見込めませんでした。WRC プラスも100打席以上だった選手の中で最低の数字です。ただ、昨季は先発投手に合わせて2人を併用していたので、今年もその起用法が予想されます。また、松川選手はベンチに置いておくだけなら2軍で修行を続けてほしいなと思います。第3捕手には柿沼選手か上田選手が予想されますが、コンバートする大下選手にも期待したいです。続いてファースト。ファーストは、外選手と山口選手の争いが予想されます。外選手は術後の経過は不明ですが、昨季の成績では山口選手を上回ります。さらに骨折の影響は大きく、5月に復調しかけてたところに骨折。その後、その影響で数字が伸び悩んだように感じます。ポランコ選手も6月からようやく打ち出したことを考えると、骨折がなければ5月以降の成績がもっと良かった可能性は否定できません。山口選手も怪我もあり、やや成績低下。今季も両翼とファーストでの起用が予想されます。井上選手は2軍ではそれなりの打撃を見せましたが、1軍では本塁打もわずか1本とかなり寂しい成績です。また、この他ではユーティリティの池田選手、茶谷選手、大下選手、ファースト挑戦が明言されている安田選手とルーキーの上田選手の起用も予想されます。続きましてセカンド。藤岡選手のセカンドへのコンバートと中村選手のサードへのコンバートが明言されていますが、完全に固定されるのか、オプションとして選択肢を増やすだけなのかは謎です。とりあえず、昨年の打撃成績的には藤岡選手が一歩リードしています。CS の同点ホームランは未だに見返してしまいます。4年契約の1年目だった中村選手は成績が大幅にダウン。しかし、BABIP が極端に低いのが気になり、もしかしたら来季以降、成績をある程度戻してくるかもしれません。池田選手も個人的にはセカンドで見てみたい選手です。昨季5月絶好調、巨人戦でのデッドボールによる骨折から調子を落としましたが、あれがなければどうなっていたかわかりません。この他では茶谷選手、小川選手の起用が予想されます。どんどん行きます。お次はサード。昨年、サードのレギュラーだった安田選手も、今季はファーストへのコンバートが明言されています。しかし、安田選手がラジオで、たまにファーストもやる程度だと話していたのを踏まえると、今年も主戦場はサードで、中村選手と競う形になるのかもしれません。夏場にかなり成績を落としたので、今季は昨年の前半戦の勢いを維持してほしいです。ルーキーの上田選手も、スタメン争いに加わるかもしれません。ドラフトでは、外れ1位でしたが、後から抽選結果を見たとき、渡来選手に見せかけて上田選手を一本釣りしたのかと本気で思ったくらい、外れ1位には思えません。中村選手以来との大学生野手のドラ1となりましたが、歴代の大学、ジャパンの4番はプロでも活躍する傾向があるので、上田選手にも期待です。しかし、プロレベルでサードが守れるかは不明で、ファーストなどでの起用も視野に入ります。この他だと池田選手、茶谷選手、大下選手あたりの起用も考えられます。
内野手最後、ショートです。藤岡選手を除くと、昨季ショートでの起用が一番多かった友杉選手が有力候補です。夏場以降成績が低下、本人も移動が苦手だと話しており、体力面での課題が明確です。さっきから何度も名前が出てくる茶谷選手は本職はショートです。打撃面では友杉選手を上回っています。しかし、友杉選手が契約更改でショートの争いだと明確に球団から伝えられていたのに対して、茶谷選手は報道陣に言われて初めて知ったことを踏まえると、メインは友杉選手、茶谷選手は引き続きユーティリティ寄りの起用になるのかもしれません。小川選手も本職はショートですが、昨季はショートでの起用はなく、セカンドとライトの守備固めが中心でした。この他の一軍での候補はいませんが、高卒2年目の金田選手がかなり体を大きくしていたので、個人的には注目しています。ここからは外野のメンバーを見ていきます。外野はかなり流動的で、同じ選手が複数のポジションで予想できますが、昨年出場機会が多かったポジションを中心にしてピックアップしていきます。まずはレフト。レフトは打撃のレベルが高く、成績的には、角中選手が一番手です。OPS8 割6分1厘、WRC プラス147と復活のシーズンでした。本塁打9本もキャリアハイです。途中加入の石川選手も112打席ではありますが3割超えの打率を誇ります。相手先発が右なら角中選手、左なら石川選手のプラトーンシステムで後半戦の3番に置かれました。しかし角中選手は本人も言うように高齢、石川選手は BABIP が高いのが不安で、今季も同じような活躍が見れる保証はありません。レフトの UBR の高い岡選手、山口選手やポランコ選手の起用も考えられます。昨季初ヒットを放った山本大人選手の台頭も期待されますね。続いてセンター。まずは出場試合数の多かった藤原選手ですが、4月までは3割近い数字で好調を維持していましたが、5月の故障明けからは成績下降、最終的に O-1.3、UBR-17.4 とかなり苦しみました。しかし秋のアジアチャンピオンシップで侍ジャパンに選ばれ、そこでは好調、オフには5キロ体重をアップさせ、やはりファンの期待値は高いです。和田選手は個人的には今年のブレイク候補で、昨季は NPB 初ホームランを放ち、少ない打席ではありましたが OPS も8割近い数字を残しています。長打を打つ感覚が分かってきたと本人も話しており、今季は試合に出続けるコンディションを整えてきてほしいです。また昨季は出場がなかった高部選手も今年は戻ってきます。22年にブレイクし、盗塁王とゴールデングラブ賞を獲得。キャンプでも元気な姿を見せてくれているので、楽しみです。この他には、岡選手の起用も考えられます。外野手最後、ライトです。ライトは4人の名前を挙げていますが、1人目は我らの荻野隆選手です。怪我もあり、50試合の出場にとどまり、成績もらしくない数字ですが、CS では奮起、頼もしいチーム最年長は、今季もまだまだ頑張ってくれそうです。岡選手は昨季キャリアハイ。試合に出続けられればホームランも15本くらいは打てると思ってるのは私だけでしょうか。ライトでの紹介になりましたが、外野はどこでも守れて、 UBR はレフトが一番高い数字になっています。みんなが諦められない平沢選手は、昨季はライトを中心に守っていました。内野では送球に不安がありましたが、外野の守備は一級品、外野ならあとは本当に打つだけの選手です。そしてこの争いに加わってくるのが新加入の愛斗選手です。ライトの UBR は大幅プラス、打撃はパンチ力が魅力で、ゾゾマリンではよく打っていました。スタメンで出続けるにはもう一皮むけないといけないかもしれませんが、代打や守備固めなど、ベンチの層を厚くしてくれる選手だと思っています。この他では和田選手、山口選手あたりの起用も予想されます。そしてラスト、DH です。マリーンズの DH は昨年はほとんどポランコ選手が座りました。ポランコ選手は春先は苦しみましたが、最終的には期待通りの活躍をしてくれました。さっきはポランコ選手以外だと角中選手、石川選手、中村選手などが入っています。今季加入した外選手は守備自体には不安はありませんが、年齢や足の状態を考えると DH に入る試合も出てくる可能性があります。ポランコ選手の守備は不安ではありますが、MLB で在籍していたパイレーツは DH がなく守備にはついていたので、守ること自体の抵抗は本人はないのかと思います。
総まとめとして、開幕ロースターと1軍メンバーを考察します。まだ、対外試合も始まってないのもありますが、マリーンズは良くも悪くも横一線なので、予想するのがかなり難しいです。キャッチャーは佐藤選手と田村選手を軸に、3人目には上田選手を選びました。内野手は割とすぐに決まりました。上田喜優斗選手ももちろん楽しみですが、個人的にルーキーを予想の段階で上位に予想するのはどうかと思っているので、とりあえず外れています。この他だと、保守兼内野手になりそうな大下選手も気になります。外野は一番迷いました。石川選手と和田選手が外れていますが、この二人も十分一軍入りが考えられます。そこから予想する開幕スタメンがこちら。1番には出塁能力のある高部選手、2番には比較的 OPS の高い藤岡選手を置いています。ただ藤岡選手は2番を打つならもう少し長打が欲しいなとは思います。3番にはライトで荻野選手、やはり春先は好調なイメージなのでスタメンに抜擢、岡選手や藤原選手もありだと思っています。4番5番は OPS の高い外国人2人で固めています。6番山口選手、7番安田選手は下位で気楽に打って欲しいなと思っています。レフトが角中選手でなく山口選手なのは期待を込めてという部分が大きいです。状況次第ではもちろん角中選手が筆頭です。8番キャッチャーには佐藤選手、キャッチャーは先発投手によって変えてくるかとは思いますが、おそらく開幕投手になるであろう小島投手、種市投手、佐々木朗希投手はみんな佐藤選手と組むことが予想されます。9番ショートには友杉選手、 OPS の高い茶谷選手も良いですが、春先は友杉選手もかなり動けるかなと思い友杉選手を選びました。しかし固定するかは別として、藤岡選手がショートで中村選手がセカンドでも良いと思っているので、個人的にはこちらのスタメンの方が良いかなと思っています。和田選手と藤原選手は個人的なブレイク候補なのであえて上位に置いています。内野コンバートや世代交代なども相まって、正直、オープン戦での起用方法を見るまではどれもしっくりきません。皆さんの意見をコメント欄などで書いてもらえると、とても参考になります。お疲れ様でした。今回の動画はいかがだったでしょうか。まだまだどんな起用がされるのか読めなくて、オープン戦が待ち遠しいです。皆さんの意見、考察もコメント欄で教えてください。また、もしこの動画が良いと思ったら、高評価、チャンネル登録をしていただけると励みになります。それでは皆さん、またの機会にお会いしましょう。